出てきましたが、今のところ取れ高ゼロです。対応するか、寒さに負けるか、そろそろ帰りたくなってきました。何て？手袋しとるじゃん。え、ベートおるんす？何ボタン決まったってなんで？いらんけ、そんな。何よ？ジギング用の竿？わからん。いらんじゃん。わからんじゃんって。マジで。大根じいちゃんジグついてますね。かわいいですね。サビキいっぱい買ってきたけ。今からサビキします。直利で行ってみたいと思います。今日は朝からちょっと風がありますね。で、雨も 90% 降る予報なので、結構短時間勝負になりそうです。直行っちゃいますね。伝えたいことがあるんだろう。何や？パンが飛んできた。まあ、2月21日賞味期限のペンした。直利ダメでした。直利ダメですね。次と思ったら、
まあ、でも、金に限りあって。スウェーデンはじゃあ3位ってこと？ 3 位か4位。でも、ね、銅メダルの試合がもう1回ある。もう誰も来んじゃないか。近いんだろ。行け行けお前ら。おっ、行け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 。肩張る。行け。行け行けみんな。食べるんだ。うん。すごいね。うん。近い。嘘やって嬉しそうです。食べ食べ、あれか、あれ食べ、かわいいね。うい、足、あ、なんか色が一人。大ちゃんイカダ見よってよ。お前ぶつかるよ。熱いの食べるね。大ちゃんイカダ。寒いけね。はい、このパンはですね、食パン専門店としさん、女の子が一人でお店をやりくりしている。週1回しか空いてない、予約の取れない食パンらしいです。場所は日光、栃木県の日光市にあります。それが3軒も送ってきてくれました。湘南の熊さんですね。前回もコップをいただきまして、今回はサプライズで食パンを送ってくれました。食パン大好きのうちらとしては目がハートになったね。うん、本当にここ最近朝食パン3枚食べて仕事行けるんで最高です。プレミアムトッシュが2つ、それとなんかくるみが入ったやつが、くるみ、いちじく、ひまわり、重っ。
ちゃこっちの都市のプレミアム都市おんもすごいこれ、うん、2キロぐらいあるこれ。受付開始の時間を事前に告知するらしいんですけど、その時間にはすでに電話がつながらんらしい。このトシさんの食パンはあの、うん、焼いてトーストで食べるのが前提らしいです。うーん、ちょっと角はちょっと落としてこれ食べてみよう。これはちょっと後で食べて。硬いわ、なんか冷凍効くって言ったっけ、切ってから冷凍しとって言ってた。そこに今はトーストしてみますね。うん、添加物が入っとらんらしいので、もう体に超優しい。ちょっと今船長すっぴんなんで顔が映せませんが、うん、生でも美味しいよ。そう、焼くの前提の水分量で作られてるって言って、うんうん、絶対焼いてる食べてね、ごめんなさい。美味しい小麦の味がする。ね、匂いがいいじゃん。うん。うん、では焼いてみます。焼き上がりましたパン。トーストしてバターと蜂蜜を塗りました。ちなみに蜂蜜はチューンさんです。チューン山本さん。それじゃあ先生どうぞ。いただきます。言った僕も。うん、うん、うまっ。いただきます。あ、ほんまだね、焼いた方がいいというのは分かるね。うん、うんうん、うまっ。なんて言うんだろう、なんて言うのかね、これ小麦の香ばしさが引き立つね。うん、なんか焼いたら歯触りが違うね、うんうん、なんて言うんだろう、なに食べたことない。うん、ちょっと食べたことない。うん、うちら食パン好きで広島の高級食パンも店が何個かあるけいろいろ食べたことあるけど違うね。うん、ここ違った美味しさがある。うん、うまっ。うん、こんな美味しい食感もらって嬉しいっていうのも、まあ、もちろんだけど、会ったこともないうちらにさ。ねえ、そうだね、ありがたいよ。ほんこの食パン美味しいけ大ちゃんに送ってあげようって普通思わんくない？優しいよね。一気に食えるのこれいけるねマジできっちり焼いてくれたら一気に食える。ねえ、食パン専門店トシさん、とても美味しかったです。皆様もぜひ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、味わって。あら、ごめん、ダメパンちゃん、ほら高級食パン、やっぱおいしい。ずーっと舐めてますパンちゃん。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらですこちらもあるよ